暑いのはこの中だけですね。外はお寒い中ですね。あの足をお運びくださいました。ありがとうございます。本当にありがとうございました。なんせもあの暑いのとあの焦ったので、あの両方の暑い汗と冷や汗と両方書いてますけど、お楽しみいただければ幸いです。いただけたらなと思います。そうですね、あのこの時期っていうのはもう本当にあの、なんかあの、2年生のこれが最後の、まあ、演奏ということで、まあ、1年間というか2年間の集大成というかね、感じですね。なんとかここまで、短いながら一生懸命やってまいりまして、この演奏会っていうのは、あの定期演奏会っていうのは、私にとって本当にあの嬉しくもあり、楽しくもあり、悲しくもありという、いろんな気持ち あのこもった、まあ、演奏会なわけです。こんな、ですね、今年はですね、非常に人数も増えましてですね、非常にやりがいのある感じで、まあ、毎年やりがいがあるんですけども、特にちょっとやりがいを感じて、やってきたんです。で、今の、パンフレットにね、ちょっと書いたんですけども、あのシビリソン3発、私はあの普段あんまりあのいわゆるシンフォニーオーケストラとかやらないものですから、聞いたことも、あの譜面を見たこともなくて、あの本当に言われて、こんないい曲があるんですって言われて、初めて手にした曲なんですね。こんなに難しいとは思いませんでした。けども、本当にみんなと一緒にこうやって作っていくことができて、非常に楽しかったです。これからもですね、どうぞ、あのさらにいいあの演奏ができるように、みんなで頑張っていきますので、どうぞご愛よろしくお願いいたします。それでは、アンコールですね、最後にちょっと、一曲お送りしています。今度は、まだ、そういう点先？すいません、あのちょっと順番がいろいろと、あの打ち合わせことがどちらかってことして、ですね、ここでなんと、39期から38期のサプライズがあるということで、マイクを渡したいと思います。マイクを渡したいと思います。皆さん、こんにちは。
し、この1年は部長という立場になって、この部活がどれだけ多くの人に支えられていたかっていうのを、感じました。コーンの竹内さんや、Thank you.